やっとプラレーラーになったんです。命がけで。じゃあ、誰がね、誰が改造しても、結果は同じや同じや思って、じゃあプラレーラーってなんだよ、そもそもよ。プラレーラーってなんだよ。俺、プラレーラーって言葉あんま好きじゃないんだよね。まあ、そんなことはどうでもいいんでね。今回買った車両はですね、こちら、287系特急電車連結仕様ですね。まあ、287系ってよく、コウノトリとか木の先でね、使われてる車両ですね。最初のね、なんか演技はですね、野々村龍太郎っていうのは4年ぐらい前に流行ったやつがあるんですよ。まあ、今の小学生は多分知らないのかな。まあ、知ってる人もいるかもしれないけど、4年ぐらい前のね、結構懐かしいネタなんですよ。はい。でね、野々村龍太郎っていうね、まあ、議員がね、まあ、西宮から城崎温泉に行くためにね、まあ、愛用してたと思われる車両がね、この287系特急電車なんですね。まあね、このね、特急電車のプラレールもね、2、3年前に購入したものですね。まあね、なんか廃盤になるかとりあえず買ってたんですけど、なんか開ける機会がなかったんですけどね。まあ、今回ね、221系作ったんで、ついでに開けようかなと思ってね、まあ、開けていきたいと思います。っていう感じですね。もう野々村龍太郎なんてね、いつのネタなんだろうってぐらいね、古いですよね。なんかもう、なんか、まあ、いい加減にしようとは思わないけど、懐かしいなって思うか、逆に。まあ、とりあえず野々村龍太郎の話はどうでもいいんで、とっととね、城崎温泉に行くね、コウノトリ号をね、開けていきたいと思います。やっと開けれるんです！じゃあ開けていこうか。やっとカッターで開けれるんです！命がけで！じゃあね、誰が開封しても、結果は同じや同じや思って、じゃあ、もうダメだな。なんかただの外人にしか見えなくなってきたわ。またこれでアンチに障害者とか言われるんだよ。はい。こんな感じですね。よし。はい。というわけでね、こんな感じで開きましたね。こんな感じのね、プラ列車カードも入ってました。今のね、プラ列車カードとはちょっと形状が違いますね。少し昔のやつなんで大きいですね。はい。まあ、大きいというか懐かしいですね、このサイズのやつ。はいね、なんか何年で廃盤になったのこれ3、4年で廃盤になったのか2011年登場した JR 西の特急列車ですって書いてあるか。っていう感じですね。はい、この動画ではね、自動では読みませんのでね、じっくり読みたい方は止めるのボタンを押して読んでください。って感じですね。続いてね、車両の方を見ていきたいと思います。はい、先頭車から見ていきたいと思います。はい、こんな感じの前面ですね。なんか、サメみたいな顔してますね。はい。まあなんかサメに見えない人もいるからな。まあまあ適当なことは言わないですけど、なんか個人的にサメに見えますね、見た目が。はい。で、ここ、高運転台になってますね。まあちょっとね、サンダーバードの681系のね、連結仕様の顔とはね、ちょっと違いますね。で、側面こんな感じですね。はい。まあね、側面はね、多分サンダーバードの681系に準じて作られてる車両だと思います。続いて、中間車両です。はい。中間車両はこんな感じですね。はい。帯の色変えてね、サンダーバードの中間車ね、ぶっこんでもわからなそうな見た目ですね。はい。っていう感じですね。なんか、これもしかしたら両数増やすのにサンダーバードの中間車の中古とか使えるかもしれないです。っていう感じです。はい。続いて後尾車両ですね。はい、こんな感じですね。連結仕様になってるんで、この上のスイッチをね、ガーって出してあげるとこんな感じでね、連結機が出てくる仕様になってます。今なんか連結仕様のプラレールだいぶ減りましたよね。683系サンダーバードも連結仕様じゃないんでね、結構残念なんですよね。こんな感じでね、やっぱ出てくる方がやっぱリアルでいいですよね。こういう感じでなんかベローンって出てくる方が。N ゲージとかだとさ、やっぱベローンとか出てくる仕様ないじゃん。やっぱこれがプラレールの良さって感じだよね。この点ではね、N ゲージよりプラレールの方が勝ってるなと思いますね。はい。でね、この後尾車両にね、パンタグラフがありますね。はい。なんで逆にしなかったんだろうね。なんか先頭にパンタグラフつけた方が、なんか、あれだよね。雲派だからパンタグラフあるって感じだけど。これ連結機だから、まあ、まあいいでしょう。はい。っていう感じですね。結構かっこいいですね、この車両。で、一応前面比較するか、先頭と後尾で。先頭はね、ここ、非貫通扉かなんかになってますね。で、後尾車はね、貫通扉になってますね。ちゃんとね、ライトの塗り分けもされてますね。細くてほとんど見えないんですけどね。ちゃんと微灯もね、なんか印刷されてますね。ちょっと見えねえな、カメラだと多分。っていう感じですね。次はですね、この、せっかくね、このプラレール連結仕様なんで、他の車両と連結させたいじゃないですか。でも俺ね、287系のプラレールもう一層編成持ってるわけでもないので、まあね、この塗装がなんとなく似てるね、この、681系スノーラビットとね、まあこいつ連結してみたいと思います。はい。まあね、硬直流電車と直流電車連結するってちょっと違和感ありますよね。まあ、塗装が似てるから塗装似てねえな。まあとりあえずね、連結してみたいと思います。はい。はい。はい、こんな感じでね、681系と289系のね、連結ができました。はい、こんな感じですね。はい、なんか結構違和感ありますね。なんか681系と287系ね、顔似てると思ったらね、
意外と違いますねっていう感じです。最後は走行動画をやって終わりたいと思います。Thank you.